お疲れ様、そらです。今日はこちらエリポン三獅子やっていきます。さあ、懐かしのね、三獅子玄関、今日どんなものか今日はやっていこうと思います。もうなんか三獅子いなさすぎて、なんかもうデッキ自体もほんと 1,2 年ぐらい前に世界ですほんと数人使われてたかなぐらいな、もうデッキしかなくてだいぶ古いんですけど、まあしゃあないかなと。もう三獅子ほんと9個数かかっちゃうんでね、唯一ですね、クララで一番コスト重く、まあ進化もね、なんか三獅子デッキ基本的に何にもしてないので、まあなんかシャアなしのナイトとボンバーみたいなエリクサーポンプが進化とか、まあ鳥の三獅子が進化とか、まあその辺してくれると、まあまたね環境でも増えてくるのかなとは思うんですけど、まあマジで今いないっすね。はい、使い物にならないっすね。シャアなしで使ってる感がすごい否めないんですけど、鳥間ね、エリポンを行っていきたいですね。おー、虚数系ボンバー、スケ。あー、これはね、もう2種のどっちかですね。ロイホグか、ハネハネデッキか。と思いきや、どっちも違う虚数系ロイジャイみたいな、なんかめんどくさいパターンもありそうでした。めっちゃ虚数系ロイジャイだな。虚数系ロイホグでした。ちょっといい。マスケ振り向かないの、それやる気なし。まあこうやってね、結局パワーと許容されて簡単に守られちゃうっていうのがね、弱い部分ですね。まあ今回プリンセスタワーなんで、サンシマ、まあ普段よりは多分戦いやすいですね。しかも相手今回ヤナメだけかな、なんですけど、まあなんか相手がブラスターとかダガーガールだった時に三獅子でさえも無視されちゃうんですよね。2体も1体も、それがきついな。なんかその辺の新しいタワーが出始めてから三獅子の時代は終わった気がします。めっちゃくんな。まあこれは別に守れなくたっていい。本命はこっから。走れプリンス、走れ。左からの、めっちゃ三獅子頑張ってるこの試合に関してはからのも行くしかない。もうぶっぱね、止まりませんよと。めっちゃいいやん。さあこれはね、結構理想的な試合、まあ相性も良かったかな。はい、エリクサーポンプもたまりますし、相手はね三獅子の処理もまあまあきついよみたいなねとこがありましてさ、ダガーガールや。ダガーか。まあ、エネルギー切れを狙っていきたいか。スケダガー。エリゴレ？いや、これ、エリゴレとかもね、ああ、マジやん。うんちっす、これ。はい。ボイドアラームザップ、適当に打たれると、三種溶けるんですよ。はい。HP、強化か。弱体感がね欲しい、正直なところ。なんだかんだこの呪文のダメージっていうんですか、これがね高すぎる。はい、ヤナメもなんか少し前になんだっけな、タワーへのダメージかなんかが加工されたんですけど、タワーへだけなんですよね。ユニットへのダメージもなんかね、調整してくれやってものすごい思うんですけど、まあ、一応なんか加工はされたか。まあ足んないっすね。ボイドのやもうヤナメもユニットのダメージがすごい高いんで、三獅子がね普通に3コス2コス2コスとか3コス3コス2コスとか7コスか8コスでね処理されちゃうのは痛いんですけどね。気づいたら全て破壊してました。はい、三獅子ね。さあよろしく。まあ基本エリポン置いていきたいっすね、このデッキだと特に。で、一つ必殺技がありまして、エリポン置いて、まあここに呪文を使わして、後ろ文句からの端前三獅子。
いやこれマジ強いんですけど、まあこうなっちゃうんでちょっと悩みではある。ボンバーぐらい出しちゃうか、間に合うかな。いやこれで橋前三重士で文句の後ろにつけて文句固まったらもうそれだけで強いんですよね。いや良すぎる、そのえっこれはじゃあのインチキ戦術なんで覚えておいてください。エリポン置いて呪文使わせて結問からの橋前三種で橋渡って固まってレイジヒースピ追加でさえ、これやばいっすよこれね、あの初手ゲーギャンブラーでさえこれね結構刺さります。ちなみに最初のエリポン置いて死ななければ行かれなければ結構刺さるんでね、おすすめではある。だるいね、これナイトに竹行くかな、行かなそう。まあこれ許容したっていいですね。まあボンバーぐらいもうちょっと早く出しといてもよかったかもな、これ。まあエリクサーポンプ命ですそういえば俺昔エリポン三重使いだったんですよね。知ってる人は少ないかもしれないが、エリポンことしか脳ないんで、エリポンだけはお貸してください。エリポン置くのがもう好きすぎて、使われるのは嫌いすぎて。拾っちゃいたいな、ディガーも。おい、ふざけん、なんでエリポン壊さんのや。エリポンの脅威を知らねえんだな。まあいいでしょう、教えてあげましょう。俺が絶望の三重士をね、全て跳ね返すからね、固めます。セパっては無視されるんで。そう、こういうこと。よし、三重士でもこんなんじゃなかったんだよな、昔は。時代が変わっちゃった。こういうことをしなきゃ勝てない時代になっちゃったっす。まあ一回展開してから考えるか。相手三色きついし、すっごーその位置面白すぎるな。独特にも程がある。なんでそんなに俺の相手エリポン無視なん。ディガーってそんなにもじゃもじゃプレッシャーかけんのに、なんでこんなディガー無視なん。ディガーじゃねえ、エリポン無視なん。戦いづらいな、なんか。
わ、突破できねえんだろうな。三重師が前ない理由、引きこもりが勝ってない。やだなこんな試合。うわあ、なんか最後ボンバーがさ、ボンバーがタワーへっつって一発気分で殴ってたら勝ってはいたか。いや、まあでもこういうのにも勝てないんですよね。30しね。ブラスターやダガーっすね、本当に。またブラスターですけど、特に勝ちにくくなっちゃったな。突破が難しい。だからもうモンク三重師のギャンブルしかない。オワコンデッキすぎるな。じゃあアイスキラか。やっぱマジでこれだけでも終わるかんな。悩んだからこっちにしちゃった。許される。うわー、耐えたのでけー。やってこい。いやもう強すぎる。強すぎる。いやでもエリポン剣なら気持ちでかいですね。もうゴブジャイとかさ、ジャイが止まんないからさ、ブラスターにしたんだよな。さスキラキチった。いやーこれ熱いか。やゆきっしょ、どうせ。おいしい。来ねえかな、じゃあ。いやもう削りすぎなんだよね。これでさ、三重師が無視されんじゃん。これいいっすね、ほんとに。どうにかしてほしい。マジでどうにかしてほしい。左下でもよかったな、内側の。いやいい呪文削りね。いや待って、ミスった。どう考えても逆だった。いや跳ね返してる。流れはいい。コツコツエリポン置いて、相手プリンスの時はちょっときついんだろう。いやーでも簡単に止まんのやばいなこれ、さっきから。熱い、斜め跳ね返し。もうチンパンでしかない。うわでかっ。いやもうなんかこんなんじゃないと勝てない。これでギリか。エリクサーポンプ貯めて。貯めた後もなんか守られそうだしな。結構破壊力高いデッキなんですけどね。
簡単に止まっちまうんだよな。トリマエリポン置きたい。あんま攻めてこないで。おい、ディガポイか。やばいそれ。え、終わった。なんだこれ。タゲ今のでそっち行くか。あー、もう終わっちゃったよ。なんだこれ、ゴブジャイリトプリ。スパーキーとかいんのかな。いや、見なさすぎるデッキ来た。これボイドじゃなきゃ未来つかめる。結問から始まり30。うい、奇跡あるんでしょうか。間に合って。うわ、めっちゃいいガゴこれ。うまいな。ゴブジェ来たら終わる。やっぱミニペ咲いたんで俺の無くしながらの。やべ、ヤンキーすぎた。やべやべ。え、でも勝ってるわ。やべ、ヤンキー出た。最悪や、マジでスパーキーおった。うわぁ。ミニペ咲いて30位最強やが旬抜け。おぶねーねえ、ちょ、マスケの強化はね来ちゃダメなんだけど、30位の強化は来てもいいな。8コスにしちゃっていいんじゃないですか。9コスト、まあ難しいな。7コスとかにしちゃうと危ないんですけど、8コスぐらいならいいんじゃない。っていうぐらいいない。30子対決やってなることもなくなっちゃったっすね。当たり前だったんだけどな、30子対決どうやって勝とうみたいなを考える時代があったんですけど、30子対決はエリポン置いて後から動いた方が強いみたいなあったけども、そんなのも考える必要ないっすね。一生訪れない30子。あー、まあ引きこもりドリルちまちまですね。まあこれギャンブルしないと勝てないっすね。はい、ポイズン足して結問から始め3子で固まってレイジヒースピスね。いや、じゃないとマジ勝てない。進化テスラ、ダイナマイトゴブリンとかも誰が突破できんねんって話なんでね。行くしかない。ダイナマイトゴブリンの爆破あれマジで嘘でしょっていうぐらいの性能してる。遅めのそれやばいな。うわー、いいウッドや。いや、でも流れとしてはいいんですけど、今ので本当はもうちょっとね削りたかった。
いや次進化テスラっす。なんかちょっといい流れなんだよな。出しちゃおうかな。チュチュチュン。あれ射抜きたい。バレないな。いやいい受けなんだよな相手。俺はネバネバ行くよ。この世で一番嫌いなもの納豆だけど、ネバネバ行くよ。お、いいんですか、いいんですか、その状況でポイズン打ってもいいんですか。走る。ちょっと負けそうなのも意味わかんないもん。逆だった。でが。跳ね返すヒノキ。おい。おい。あぶねー。本当に怖すぎる。もっと楽に勝たしてください。一時期エリポンなんかもうものすげえ流行ってたのに、最近だとなんかまあエリポンいた瞬間がやっぱねピンチになるんで、なんか簡単に組めるゴブジェイプリンスとかそういうのが強い時代だとね、はい、これです。エリポンいた瞬間にグッドゲームです。置かなくても終わりそうだしな。まあこれはマジできつい。エリポンいつも置いて俺負けてたんですよ。なんでエリポン置かずに頑張ろうかな。もうきつい。ゴブジェイ来たらよかった。まあ柳雨なんか3スペルでボイドがあったりなかったりなんで、まあ、待ってもいいか。ネチネチ行ってもいい。お願いします。いやこれめっちゃいい許容だ。受けちゃうんですけど、今の感じボイドがなくて飛べれば、飛べれないか。やばい。ただの近畿道をさせてあげる人になる。え、でこ。え？そんな思ってもないダメージが。
入っていいのか。どういうこと？いやもうなんか本当にこんなんす最近34もういらないっす普通にもうヒールと共に消してください。こいつも同じ道歩ましてあげてください。はい、時代に置いていかれたカードですはい終わり。こんなカード使いません。じいじい。